荷物整理をしたらまたこれがね立っちゃってね完全に置物になりましたね。荷物入れにいいけど。でもう一つ作りました。で日にちはあと5日で襲撃ですね。なんでまだ探索がいけるんで探索しましょうか。次はどうしよっかな。とりあえずここ行ってみましょうか。とりあえず図面が欲しいですね。図面とプラスチックと電線とですかね、今欲しいのは。あれがないと先に進めないですね。あとできたらクルーパーがいいのがあれば乗りたいですけどね。そろそろ。あれかな?あ、どうやらそうですね。あれっぽい。ゾンビいるかな?さすがにいるか。あ、いますね。ゾンビ。ちょっと弓でやろうかな。わ、なんだ、ハイツ配ってるやつおったぜ、もう一瞬。わ、なんだあいつ。なんかハイツ配ってるやつおるぞ。やべえやつじゃない、あれ。うわ、来た!なにこいつ!怖い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 。ちょっとぶっ刺すか、思いっきり。うわ、めっちゃ体力あるじゃない。うわ、うわ!ちょっと待って。ああ!やばい。なにこいつ。体力すごいですね。こんだけぶっ刺してんの。なんだこいつ。こいつなんだ。やばいやつおる。やべ。ああ、刀でやるか。うわ、強え、こいつ。なんだこいつは。やべえやつがおる。うえ。ああ、痛い痛い。ああ。強っ。なにこいつ。めちゃめちゃ強いじゃない。うわ。ちょ。ああ。ああ。なかなかやっつけれない。よいしょ。ああ、スタミナがやばい。ああ、やばい。ああ、死んだ。嘘でしょ。強い。またあいつ戦わないといけないですね。やばいとこ行きましたね。軽い気持ちで探索に行こうと思ったんですけど、まさかやられると思わなかった。ありましたね。なんか弓がすごいことになってるけど。とりあえず一旦取って、使える弓あるのかな?ほとんど使えなくなっちゃったんじゃない?あ、結構あるか。やばいやついましたね、ほんと。まだいんのかな、あいつ。矢がそこら辺に転がってる。まだいるかもしんないな。あー、とりあえず、ちょっと寝袋先しましょう。こんなに難しいってことはと思わなかった。よいしょ。OK。チェックポイントしておきましょう。いや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 。びっくりした。あれ?この車って乗れるやつじゃない?あ、乗れるやつですね。ここならすぐ乗って帰れそうだけど、これまた潰れかかってんな。ああ、まだいんのかな、あいつ。とりあえず、車ちょっと見てみるか、これ。ああ、バッテリーとかですね。まだいるかな、あいつ。よいしょ、怖いな。あれ、ゾンビがいなくなった?ゾンビがいないな。今のうちちょっと探索しましょう。これ開けれない?開けれるか。本がいっぱいでもないのか。よいしょ。いや、すごいゾンビいましたね。これから気をつけないといけないですね。あ、ミリタリーバッグですね。よしよし、来た。よし。新しいバッグ来ましたね。ラッキーラッキー。しかし、ゾンビは気をつけないといけないな、これ。手袋がありましたね。あと、あっちから行けんのかな?これ扉開く。ロック解除になるの。こっち側もなんかいけそうな気しますね。死んだらゾンビっていなくなるのかな?これ取れないかな?あ、これ取れそう。取れないかもしんない。あ、入れますね。こっから、あ、入れないのか。入れないんだ。そっか。じゃあ探索していきましょうか。あー、またバッグ来ましたね。バッグ来たけど、
もうバッグが置けないな。小さなバッグとかこれ捨てるかも。これで置けるかな？あ、置けましたね。よし。パワーアップだ。あ、何個。あんまいいのないのかな？強い敵がおったからちょっと期待したんですけどね。いいものがないかもしんない。あ、ここ入れんのか。よいしょ。雑誌。あー、ツールボックスとかですね。あー、調理本ですね。あ、ここ探索できますね。あ、タバコですね。タバコはありがたいけど。ミニハート缶詰。あ、ショートパンツですね。ショートパンツいいな。今夏なんですよね。ショートパンツ着たら温度下がったりすんのかな、これ。ショートパンツ着てみよっか。夏に良さそうなんですけどね。まあまあいいや。持って帰りましょうか。あー、これで終わりかな。じゃあ荷物をバッグの中入れときましょうか。オッケー。ゾンビがいないな。しかし一回死んだらゾンビいなくなるのかな。そういう仕様なのかな。あー、三角クリップか。あ、銅のブロックはありがたいな、ほんと。銅不足すぐなっちゃいますからね。何もないわ。あ、ここ入れますね。あ、靴来ましたね。靴もありがたいな。9ミリ弾。9ミリ弾やったことあるんですよね。スナイパーライフルでしたっけ ?9 ミリ弾って。スナイパーライフル持ってないんですよね。交換しようと思ったらめっちゃくちゃ高くって、交換がちょっとできないんですよね。あ、帽子だ。なんか細かいものがいっぱいあるような感じかな、ここ。さあ、こっちも見ましょう。アルコール。あ、服ありましたね。T シャツあった。何もないわ。タバコ。肉の缶詰と、コーヒーの豆か。これ、でも腐りかけてない？腐りかけてんな、もういらないわ。腐りかけてるやつはいらないですね、もう。食べ物あるっちゃあるけど、これ全部腐りかけてますね。ダメだ。これで終わりか。あー、いいですね。ズボンが来た。ゾンビたちどこに行ったんだろう、ほんと。あー、こんなところにまたズボンあった。よいしょ。あとは、ここは何だろうな。腐った食べ物。服類が豊富なのかな、ここ。なんかこれ取れそうで取れないな。あ、ぬいぐるみですね、これ。うさぎのぬいぐるみかな。あ、本ですね。もう本はいいな。あ、服めっちゃあるじゃないですか、ここ。服豊富な場所ですね、ここ。あとは何もないかな。こっち側は何も、これ見たっけ？あ、ゾンビいてる。ゾンビ復活しましたね。あー、小さなバッグですね。小さなバッグはもういいや。こっち見ますか。あー、医学はもう5になってますからね。あー、ダウンジャケットですね。冬にいいですよね。何もない。わあ、びっくりした。あ、パンツか。びっくりした。よし、やっぱバックパックがいっぱいあるとすごい楽ですね。ほんと。あ、弾来ましたね。あ、44口径いいですね。あー、ツールボックスもやたらとあるんですよね、家に。ツールボックス置き場がもうパンパンだもん。まあ、それでも持って帰っちゃ持って帰るけど。せっかくだから。裁縫の4ですね。服豊富なのはいいな。服豊富だけど危険ですもんね、ここ。一番最初に来るような場所ではないですね、ここ。やべえやつがいてる。あ、日よけ棒だ。よいしょ。オッケー。ここはこれで終わりですね。一階はこれで終わりかな。あの車見たかな。あー、銅ブロックありがたいな。車の部品。車の部品って何に使うんだろう。燃料ボトル。この燃料ボトルってさっきの車になんか入れれないかな。入んのかな。あ、入りましたね。あ、
燃料ボトルいいですね。そうかそうか。あと、車のキットがあれば、動かすことができるんですね。まあ、取り出しましょうか。あ、これ、小さなボトルで帰ってくるのか。そうかそうか。燃料ボトル探しいいですね。ちょっと燃料ボトルはいっぱい持っとった方がいいかもしんない。これ、車の改造とかもできんのかな？わかんないけど。あと、修理キットはどこにあるんだろうな。どっかの商人が持ってる可能性も否定はできないな。これから燃料は専用のバッグに入れるか。燃料専門バッグにしようかな、これ。ああ、AK ですね。ああ、図面ですね。ああ、もらおう。石油の図面ですね。あ、大きな燃料ボトル。ここ燃料も豊富なのかな？車がいっぱいあるところにあるんですね。きっと燃料って。あ、靴があった。靴ありましたね。僕今まで燃料のやつは無視してたんですけど、これからちょっと無視できなくなりましたね。あと、ここの上上がってみるか。あ、この周りを見るか、先。あ、あそこに靴があるじゃない。よし。あとは何もないですね。上上がりましょうか。あ、ここ、繋がってないんですね、あっちに。繋がってると思った。ここで終わりか。じゃあ、この上行きましょうか。よいしょ。食べ物がそこら辺に落ちてんの。ここ2階は特に開いてるとこはないのかな。あー、あったあったあった。あー、44口径はありがたい。あー、登山バッグ来ましたね。登山バッグ置けるかな？小さなバッグを捨てていったらなんとかなりそうだけど。登山バッグ。あ、入りますね。小さなバッグはもう諦めざるを得ないかな、これは。あー、微妙に無理ですね。小さなバッグ諦めましょうか。まあ、これでバッグ類大きなバッグになりましたね、全部。素晴らしい。あとは、手袋。医学の本か。あー、ショートパンツですね。服すごいな、ここ、ほんと。よし、次は、入れるとこあるかな？よいしょ。ここ探索していきましょうか。あー、医療キットですね。あー、また靴ですね。スポーツシューズ。あー、ここにコットンパンツありますね。よし。いやー、服豊富ですね。びっくりするぐらい。服だらけだな、ここ。よし。あー、隣空いてた。ない。これで終わりか。よいしょ。あと空いてるとこある？あ、こっち空いてる。ショルダーライト。何もなしか。あー、服来ましたね、また。ミリタリーベスト。食べ物とか飲み物とかやっぱ、水以外は全部腐りかけてますね。むしろ腐ってる時もあるっていう。何もなかった。ここはこれで終わりですね。まだ空いてんのかな、他。あ、ここは空いてる。タマゲット。あー、ジャケット来ましたね。ちょっと暗いですね。ちょっと明るくしましょう。手袋。服はいっぱい豊富にあっていいですね、ここ。ああ、武器サイズを持ってるな。ここは終わりだ。他空いてるかな。ああ、ここも探索できますね。何もなしか。何もなし。何もないな。ここはエレベーターかな？エレベーターっぽいですね。あ、こっから下降りれるんだ。まあ、とりあえず2階だな。あ、ここ行けそう。医療キット。あー、また大きなバッグ来ましたね。もういいや。ウールキャップ。おー、何？あ、葉っぱか、これ。びっくりした。怖い怖い。この大きなバッグと僕が持ってるバッグは、これ、大きさが違うのかな？あ、変わらないな、そんなに。うん、こっちでいいや。じゃあ、ここはこれで終わりだな。こっち行きましょう。あと空いてるかな？あ、ここ空いてますね。いやー、ミリタリーシューズだ。楽器は持って帰れないのか。あー、ここほとんど何もなかったな。よいしょ。もうこれで終わりかな、2階。あ、まだありますね。ここ最後ですね、2階。ガンオイル。ガンオイルはありがたいな。あ、手袋来ましたね。あ、コットンパンツ。すごい豊富ですね、ほんと。あー、ここもコットンパンツあった。
めちゃめちゃ豊富ですね。ちょっと荷物、ほとんど服だらけになるな、これ、荷物。これで終わりかな。あ、ウールキャップあった。よいしょ。これで終わりですかね。じゃあ、下降りよう。いや、ここの建物はすごいですね。服がめちゃめちゃ豊富でしたね。あと、燃料ボトルもそこそこありましたね。あ、電線とかはさすがになかったですね。なんか住宅街っぽいところでしたね。とりあえず。あとは周りの車見ましょうか。あ、モーテルって書いてありますね、あそこに。そうか、モーテルか、ここ。もうこういう車しかないのかな、乗れる車って。修理キットですよね。どっかの商人とこないかな。あと行ってないの、ここと、ここなんですよね。あ、あとこっちだ。こっちも行ってない。どっかで手に入れたら、車乗ってもいいかもしれないですね。てか、欲しいですけどね。ここをちょっと見てみましょうか。こっち方向だろ。いやー、ガソリンスタンドですね。あ、さすがにここゾンビいてるな。ちょっと、やりますか。よいしょ。一発だったな。ちょっと一体ずつやっつけますか。あ、いっぱい来たわ。一体ずつにならんかった。あ、潰れた。よいしょ。なんかやたら体力あるやつがいますよね。よいしょ。一発だった。一発の時とそうでない時があるのか。これ全部排除しますか、もう。よいしょ。オッケー。これで排除できた。ちょっと車見ていきましょう。修理キットとかあればいいけどな。あったらそのまま乗って帰れますもんね。あー、登山用バッグか。ここは？あー、バレル燃料って何に使うんでしょうね。ここにいっぱいあるけど、バレル燃料って何だろう。あとは、この中は、ワインとかかな。もう食料品はもうほとんど腐ってるもんと思った方がいいですね、もうこれ。あー、ピストルですね。あ、9ミリ弾使うのか、ピストルか。持って帰りましょう。うん。ここはこんなもんですね。まあ荷物いっぱいになったからとりあえず戻りますか。